アレッポの大モスクは、アレッポのウマエモスクとも称される、シリアの都市アレッポにある最大かつ、最古のモスクの一つである。世界遺産である古代都市アレッポのアルジャルーム地区に、ある、アルマディーナスークの入り口近くに位置する。モスクには、洗礼者、ヨハネの父、ザカリアの遺骸が残ると伝えられ、ジャミアザカリーへとも称される。 8世紀初頭に建立されたが、現在の建造物は11世紀から14世紀に始まる。ミナレットは1090年に建てられ、2013年4月、シリア内戦の戦闘の中で破壊された。大モスクの敷地は、かつてヘレニズム時代のアゴラであり、後に、シリアのローマ支配のキリスト教の時代には、聖ヘレナの大聖堂の庭であった。モスクは、 かつて大聖堂の墓地としてあった土地を押収して建てられた。後の伝承によると、その場所に最古のモスクの建設が715年、ウマイヤ朝のカリフ、アルワリード一世によって開始され、717年、彼の弟である後継者、スライマー・アン・イブン・アブドゥル・マリクにより終了した。建築士や KAC ・クレスウェルは、その校舎による建造について、スライマーンの意図を、 ダマスカスの大モスクにおける彼の兄アルワリードの業績と同等であることであったと記した13世紀、アレッポの歴史家、イブン・アルアディを引用している。その他伝承では、アルワリードが、いわゆる、キュロスの教会からの資材を使って、モスクを建立したと信じられている。一方で、建築士やジェレール・バカラクは、おそらくモスクの創設者は、アルワリードとスライマーンの兄弟であり、 710年、以前、少なくとも、スライマーンの統治の初期まで地方州の知事を務めた、マスラマ、イブン・アブドゥル・マリクであったと記している。結果的に、これは、モスクの建造が、双方のカリフの統治官に行われたことの、信頼性を示すと言える。また、マスラマのキンナスリン知事という職性は、東ローマ帝国やアルメニア人に対する戦役や、彼の知事職より、上の、 イラク、イラン領アゼルバイジャン、上メソポタミア、アルメニアの地域に関心を寄せた早期アラブの歴史家より、ほとんど無視された。バカラクはさらに、ビザンティンを攻撃する主要な基地であるアレッポにおいて、大会上のモスクをマスラマに割り当てたことは、必要に迫られたものでなければ、妥当であったとしている。中庭から見た内部ファサード中庭の泉邸と、ミナレット11世紀後半。 ミルダース長がアレッポを支配し、モスクの中庭に単一ドーム型の泉邸を構築した。モスクの北西の角には高さ45メートルのミナレットがシリアセルジュー区町のトゥトゥシュの時代に、アレッポ統治者、アークサンクル・アルハーの治世であった1090年、アレッポのシーア派のカーディアブール・ハサン・ムハンマドにより建造され、建設は1994年に完成した。 その事業の建築家は、ハサン、イブ・ムーフラジアル・サーミニーであった。モスクは、ウマイヤ朝初期の建築物を崩壊させた1169年の大火災の後、ザンギー朝の君主、ヌール・ティーンによって、修復、拡張された。1260年、モスクはモンゴルにより破壊された。マムルーク朝統治の時代には、修復及び改造が行われた。 彫られたクーフィー一体とナスフ体の碑文が模様やムカルナスにおいて様式化した装飾の交互の縞模様とともにミナレット全体を飾った。君主、カラーウーンは1285年焼き尽くされたミフラーブを取り替えた。その後、君主アンナーシルムハンマドが統治した間に新しいミンバルが構築された。モスクの中庭とミナレットは2003年に修復された。 2013年、ミナレット崩壊後のモスク2012年10月13日に、モスクは武装した自由シリア軍と、シリア軍の武装集団間との戦闘において、深刻な損傷を受けた。バッシャール・アル・アサド大統領は、2013年末までに、モスクの修復委員会を設ける、大統領令を発布した。モスクは2013年初頭に反乱軍により、掌握され、 2013年4月には、激しい戦闘域内にあって、政府軍は200メートル離れて駐留していた。2013年4月24日、モスクのミナレットは、シリア内戦において、政府軍と反政府勢力の間で激しく重火が交錯する中、瓦礫と化した。シリアアラブ通信社は、アルヌスラ戦線のメンバーが、ミナレット内で爆薬を爆発させたと報じたが、反体制派は、 ミナレットはシリア軍の戦車砲火による攻撃の一環に破壊されたと伝えた。アルヌスラ戦線の関与とする国営メディアによる主張に対して反対派の報道はそれらをモスク周辺で政府軍と交戦中であったタウヒード旅団からの反乱者と説明した。反対制派の主要な政治集団であるシリア国民連合はミナレットの破壊を非難し、それを 消すすこととののでできない恥であり人類の文明に対する犯罪と非難した中庭と回廊大モスクは、ポルチコに囲まれた広い大理石の中庭がある、多中式設計など、ダマスカスの大モスクと多くの建築的類似性を持つ。広大な中庭は、列中式回廊の裏に配置されたモスクの様々な区域につながる。その中庭は、 複雑な幾何学的配置を構成する黒と白の交互の石符においてよく知られる。二木の清めの泉には双方とも屋根がある。また中庭には開かれた祈りの縁岸や人形もある。ミナレットの柱からだは広間の一角の平らな屋根から突き出た最長部がベランダに囲まれた五層よりなった。ムカルナ姿のコーニスが柱からだからベランダ頂部を分割していた。 その建造は大部分が洗練された切り石積みで作られ、ミナレットはレリーフの装飾で重厚に飾られていた。その階層には戦闘アーチや連続的な繰り方があった。ミナレットの石像建築は、軽妙かつ巨子状の道具を用いた重厚さを持つ、長短、縦横の彫刻と繊細かつ粗雑な仕上げ、それに大小の石が混在していた。ミナレットは、 イスラム教建築全体の中で非常に独特なものとされた。考古学者エルンスト・ヘルツフェルドはミナレットの建築様式は地中海文明の産物であるとして、その紙面のファサードはゴシック建築の要素を伴うと記している。一方、人類学者ヤサー・タブアは、モスクは古代北シリアの教会の延長であり、主にアレッポとエデッサ間の地域に集中する完全に、 極在的なものであるとした。礼拝堂の広間も少ないのザカリアの指導ハラームは中庭の南にある中心の礼拝堂からなり、そこにはモスクの主な構成要素であるザカリアの指導15世紀の民丸、成功に掘られたミフラーブなどがある。中央の入り口にはその建設がオスマン帝国の君主村と賛成によると考えられる名文などがあるが、それは マムルーク町により建造された。その広間には3つの新郎があり、交差ボールトを持つ前列18本の四角い柱が並ぶ。この大きな礼拝堂は当初中央にドームのある通常の平らな屋根であったが、マムルーク町の統治時代、アーチや回廊上に小さなドームを持つ複雑な交差ボールト様式に置き換えられた。ミフラーブは深く円を描き、 ザカリアのものと言われる霊廟は南壁沿いの左側にある。残る中庭の面に接して他に三つの広間がある。東と北の広間にはそれぞれ二つの新郎があり、西の広間にも一つある。校舎は主に近代の建造である。東の広間はマリクシャーに、北の広間はマムルーク朝の君主バルクークのうちに改修されたが、11世紀。 当初の特徴が保たれている。ダマスカスの大モスクと同様、マクスウラが、礼拝堂の床面より一段高く上がった、正方形のドーム型の部屋のように建てられ、その壁の内面全体を覆うカーシャアンタイルで装飾されている。二本の堅固な柱に支えられた中東を持つ大きなアーチ型の門に加えて、聖堂の扉面がマクスウラへの入り口を構成する。 預言者ザカリアの遺骸を収めた墓は、マリアム省のコーランの死を含む銀の刺繍で装飾され、室内の中央に位置する。大モースクは、多くのイスラーム及び前イスラームの文書などがある、小さな博物館を持つ。博物館には、預言者、ムハンマドの髪の毛が入っていると言われる箱など、貴重な数多くのものが、シリア内戦の2013年の衝突の際に、略奪されている。 しかし、反政府者は、そうではなく、古代の手書きのコーランの文章を救い出し、それらを人目につかないように隠したと主張した。ありがとうございます。